西九条駅に至る鉄道路線です。貨物列車が貨物拠点の桜島線、安治川口駅まで走行しているほか、特急はるかや黒潮が夢北方面へ進んでいきます。差はされていません。この野瀬街道可動橋は仮の線路に作られた可動橋のため、簡易な構造で作られています。地下化工事が完了すると仮線路とともに撤去されます。の線路に作られた可動橋のため、簡易な構造で作られています。高線の高架下を通過して東海道支線の東側を進みます。この辺りから現在の地上の東海道支線は埋め来た。この辺りの工事は株式会社奥村組と鉄建建設株式会社の新しい東海道支線が通っています。地下化された